はい、おはようございます。白くまチャンネル、白くまです。夜間閉鎖ゲート来てるんですよ。寒い、今日すごいですよ。天気悪くて、いやー、 GoPro こんな吹雪でも大丈夫だもんね。寒いわ。夜間通行止めなんですよ、もう現在ね、7時まで通行止めです。まだ日にちがちゃんと決まってないの、これ。確か決まってるんだよ、19日なんですよ。今月の19日までここは9時で閉鎖、朝7時まで一応ね、なってます。うん。で、なぜここに来たかっていうと、本当にさっきも言いましたように19日までなんですよ、これが見れるのもということで、最後見に来たというだけの話ですね。いや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 、見てこの寒さきついわ。 I wonder where are you now?Sorrow, just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where are you now?はい、もう一度おはようございます。白くまチャンネル、白くまです。さて、ちょっと行きますか。夜間通行止め、これで見納めですね、私は次はオープンした後に来ますね。このここがオープンするっていうことは、まあどこでもあるあるあるなんですけど、山ね、高額で通行止めになってるところは雪の回廊ですね、これは見れます。ただ今年は雪少ないからな、溶けてるしな、もうだいぶここも全然ないですからね。まあないわけじゃないけど、これでないわけじゃないけど、もう限りなく少ないから多分あまりない、低いんじゃないかな。まあ今日降ってますけどね、雪降ってても、まあ今さら1メートル降ってもな、たかが知れてるしな、ほんと。おお、滑る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 、すげえ、やっぱ雪乗ってるから滑るな、トルトルっていくね、怖いわ。ゆっくり降りよう。もう今日はね、これを見に来たっていうね、最後ゲートね、私のホームコースが、19日から、勝手にホームコース開通ですよ。まあちょっとね、19日以降早めに1回上まで行こうとは思ってます。お、なんか職員の方来たね。寒い、今日3度、まあそのマイナス度じゃないからそこまででもないか、一応3度ですね。早く開通するといいな。それじゃあ早朝行けるし、それから十和田までね、朝早く行けちゃうから、奥入瀬までね、今だと早朝行けないんですよ。休みの日だから行くくらいしかできなくて、あそこが開通すると今度はね、仕事ある時でも早朝行って仕事前に帰ってくるっていうことができるんで、やっぱ朝早いの一番ですね、本当に。朝早いとコペンいろいろ楽しめちゃうというね、コペン楽しむんだったら早起きかな。あとそれから今日は少しね、気になったことをちょっと話したかったんですよ。気になったことって、ステッカーって、白クマステッカーっていうのをね、ちょっと言われまして、いや本気で考えようかなと思って考えてるうちに、いろいろ欲しいもんや作りたいもんが出ちゃいましてね。まずステッカーでしょ、あとそれから
つなぎもいいなと、作業用のつなぎ。それからね、なんか上に羽織るねアウタージャケットみたいなのも欲しいな、作ってみたいなっていうのがあって、うん、あと帽子もねできたら作りたいかな。もちろん T シャツもやってみたいって思うんですけど、なかなかねこうデザインがもうなんかねできないし、誰かにお願いしちゃおうかなって今試案中ですね。つなぎとかもねどんなのがいいんだろうとねちょっと最近ね探し出してるんですよ。もうなんかやってみたいじゃないですか、一遍全部作ってみて自分でどうかなとかね、使いやすいかなとかやってみたいんで、つなぎはね前々からちょっと考えてたんですよ。長距離乗るときすごい楽そうなんだんで、なんだったっけな、あ、秋田だ。秋田のねイベントに参加したとき、ダイハツさん主催のねコペンの星を見るですね、あの時につなぎをねチームで作ってたのがあったんですよ。あれいいなと思って、実際つなぎだと長時間運転してるのが楽そうなんですよね。背中開かないしずれることはないですよね。あれいいなと思って今度作ろうかなって思ってます。作ろうかなっていうか、まず買ってきて自分で着てみてですね、良ければなんか背中とかねデザインしたいなとは思ってますね。まあ、どんなつなぎがいいんだろうと思ってるんですよね。安いのでもいいんだけど、まあ、できたらちょっと凝ったのもいいなと思ってますね。いやなんかねコペン乗ってたらねこんな夢がどんどん広がっちゃうんですよねなんだろうね、前乗ってた車こんなこと考えたことはなかったんですけど、次から次へとねこうああしてみたいこうしてみたいって、で年数経てば経つほどそれがこう出てくる。1年ごとにあやっぱこっちしてみたいこうしてああしてみたいっていうのはあるんですよ。不思議ですよね、なんだろうこれ。いやでもすごいな、綺麗。オープンにできないのがねちょっと残念ですけど、見えてる？ちょっとこう見てめっちゃ綺麗だよ。でも GoPro だから外出せるからいいね、ちょっと雨つくけど。いやもう朝ね雨降っててもねなんか綺麗って思えちゃう。クローズでもねいいよねって思えちゃう。コペンだよね。まあこんなね、なんだろう、自分に合った車があるとは思わなかったですよ。で合わない分はカスタムができるっていうのはいいですよね。もう次から次へとカスタムができていくっていうのが、前のね、コペンも多分そんな感じだったと思うんですよ。だからあれほどねカスタムパーツがあるんだと思うんで、自分に合わない分はどんどん変えていく、だから自分好みに染めやすいっていうんだと思います。まあ別にねそんなカスタムしなくても十分楽しめるんで、そこは無理する必要は全然ないんですけど、どうしようかな、このままスターバックス行ってこようかな。あんで動画にも上げてましたけど、スターバックス羽田空港、すごい、あれやばいですよ。めっちゃおしゃれなカフェでした。スターバックス2軒目、2軒あるんですよ、あの羽田空港の中に。羽田空港第一ターミナルなんか2軒あって、前ちょっとね見た時に気にはなったんですけど行く機会がなくて、で今回初めて行ったんですね。いやすごかった、めっちゃおしゃれで、もう1軒の方は2階3階下の方にあるんですけど、もう激混みなんですよ。6時半に開いたのかな、確かそのくらいに開くはずなんですけど、もうとにかく私が朝着いた時にもうすでに満員で座れなかったんですね。ところがこの5階にあるやつは本当にゆっくり座れましたよ。でおしゃれ、ね、でコーヒーの値段は一緒どっち取るって言ったらこっちですよね。あでももう混むかな、夕方行ったらね結構席人がいたんでね。ということで今日は欲しいもの、作ってみたいものでした。なかなか、あとあれもねちょっといい作らせてもらえない、作りたいっていうのはカップホルダーですね。カップホルダー、
これもねちょっとね今作りたいですよ、作りたいというかもう大体こうアイデアはねこれはツイッター見ててあったんで、それをちょっとねできそうだったらコッペン用にね作りたいかなっていうのはあるんですけど、まあ作れないだろうな。ただちょっと今Amazon で似たやつをちょっと探してるんですよ。青森でちょっと探したんですけど、昨日ホームセンターあちこち行ってちょっとねできそうなの探したんですけどなくて、結局Amazon で今日買おうかなって思って、それ買ってつけてみてよければコペン用ねどっか誰か作ってくれないかなっていうのはあるんですよ。まあ一回やってみてからじゃないとダメなんで、あのツイッターのねあのカップホルダーというかドリンクホルダーは最高でしたね。まあ自分でまだやってないんでまだわかんないんですけど、それをちょっとやってからまたね皆さんにお伝えできたらなと思います。ということで今日は自分で作ってみたいものでした。これから軽くスタバ寄れるかな、7時ちょっと前だから寄れるか、ということでスタバ寄って軽くコーヒー飲んでから帰ります。ではでは、おはようございます、おはようございます、おはようございます、はい、おはようございます、白熊です。よし、今日もスタバに来てます。コールドブリューは終わり。コールドブリューはそうなんですよ、今は。そうか。これって4月からやりますね。はい、あ、そうなんですか。4月10日10日。